ありがとうございます。ヌビレットの生物、ネットで自分より強い人、見たことないレベルなので見てほしいです。ほんまけ？うん、だって UID 一度見たらキリがないんだよな。大丈夫かな？この人のヌビレットだけ見よう。ネットで見たことないレベルでヌビレットの生物が強い。あれやぞ。ファントムハンター4セットやぞ。うん。水洗顔とかは逃げやで。わかってるよな。この人、ナマコって人？合ってるな。ナマコさん。ヌビレット。HP いいですね。35,900。武器。クオン、ルテンの大天、モチーフ武器。星座からいこう。星座。貫突。まあそうよね。王冠使ってる？あ、王冠使ってる。13,911。テンプレベル13,98かな。ちゃんと王冠使ってますね。一緒だ。じゃ生物見ていくか。あ、ファントム読んだ。えらい。やっぱファントム読んだよな、ヌビは。うい。エッグ。50.4。9.3、22.3、40.50.4 44.4 ゲンチャいいですね。ヌビレットゲンチャまあ多少は欲しい。 120% 130% ぐらいはあってもいいかなって思うかな。良いな。時計、これ HP 時計、 HP 時計 37.3 強いな。で、杯がコップが自由枠やね。水バフの 45.7。 ファー、私の水バフ時計スコア15ぐらいしかないのに。いいなぁ。完璧やな。で、ちゃんとファントムで会心率高くなりすぎちゃうから。会心なめ 26.4 って多めなのいいね。冠か会心なめで 34.3。強っ。HP 36000あります。わお。ファントムハンター4セット全部入って、会心率36上がるから91か。率91ダメ330。いいっすね、いいっすね。ほら、ほら強いわ。なるほどね。いや、恐れ入りました。さすがに、勝てないです。勝てないっていうか、まあ、そら強いわな。いや、HP 高くていいよね。私、今、水元素共鳴35,900やんか、お主。で、私、今のヌビレット、水共鳴込みで同じ35,900だから、お主、水共鳴入れたらもっと HP 多くなるし、よりいいな。参ったわ。やるやん。冠 HP の方が強いだろ。いや、どうやろう。冠 HP の方が強い時もあるし、会心の時の方が強い時もあるから、そこら辺は計算してくれ。うん。例えば、じゃあ私も比較しようか。例えばね、じゃあみんなちょ、今の HP と会心の目覚えてて、今私のヌビレットは、HP 35,900 です。会心ダメ283ですやんか。で、ここで冠を HP に変えたら、いや全然ね、HP 冠ヌビレットありやからね。そしたら HP が41,000になりました。だから、41,000割る35,000するやん。で、そしたら、HP が、だいたい、1.17 倍になったから、まあ、軽く 1.17 倍になるね。ただ、会心ダメが減ってるやん。何もだったっけ ?280 だっけ何もだったっけ会心ダメ242だったのが、こっちだと、283か。だから、会心の分は 3.83 割る 3.42 になるから、そう、あの、会心ダメージが283の時はダメージ 3.83 倍だからね。これで計算したら、なんぼだ ?1.119 倍か。ほぼあんま変わんねえわ。ね、HP の面では、HP 冠にした方が、ダメージが 1.17 倍になってる。で、会心冠にした時は、会心の分でダメージ 1.19 倍になってるわ。だからまあ 2% 差で会心ダメの勝ちだね。私の場合は。もちろん生物のサブステの強さにもよるし、今水元素共鳴が発動してるから HP 漏れてるってのもあるし、まあだから、ヌビレットは HP 冠も全然ありです。ただ、まあ、武器で会心上がってるし、生物でファントム4セットで会心上がってるしってのもあるかな。うん。まあ、だからファントム4セット、今揃いたてです。生物会心全然ないですって人もいるじゃん、例えば。ヌビレット今生物揃えてて、花が会心全然伸びてなくて、まあ、原茶とか HP しか伸びてない。そういう人はやっぱり冠会心の方がいいよね。うん。そこら辺は柔軟に組んでくれ。うん。生物どっちの方が強いとかね。バッて言い切ってる人はね。いや、まあそんなことないけど、みたいな。人によりけりだよね。な、ほんまおもろいわ。ヌビレット螺旋短期なんて、少なくともヌビレットの星座が、無突でヌビレット螺旋短期っていけるかな？いけるかな？時間、星9はちょっと厳しそうな気がするけど、2突3突してたら全然いけそうやね。うん、
まあまあ初心者は熟知とかようわからんしね。いやまあ熟知は知っといた方がよくない？どうだろう。だいぶ原神に人生捧げてる。いやそうだからなんか螺旋、これが新キャラクター螺旋使用率です。ドン。これがキャラの強さです。ドンは信用できます。当然。何も統計取ってないよりは統計データ取る方が信用できるから。ただそのデータも原神にめちゃくちゃ熱意があって、そのサイトに自分の報告しちゃうぐらい熱意がある人の統計だよということを意識せねばならん。うん、統計のデータ自体がそもそも偏ってるんだよな。うん、だから使用率が面白くなる。うん、おもろいよね。うん、隙を見せるのはほんの一瞬だ。なんかあるよな。なんだっけ、残業は好きですかみたいなアンケートがあってさ、日本で。で、残業時間がね、1日、なんか1ヶ月の残業時間が横軸になってて、で、残業が好きですって答えた人の割合を縦軸に取ったグラフのデータがあるんだけど、当然さ、残業が増えれば増えるほどさ、残業嫌やん。うわぁ、もう残業したくないっつって減っていくわけよ、残業時間が多いほど。なんやけど、一番右側の残業時間めっちゃ長い人は、ちょっとね、残業好きって人の割合が増えるんだよね。これおもろくない？いや、そりゃそうだろっていう。これは、残業好きな人じゃない限りは、うん、どっかね、精神的にね、そう、おかしい、なんか、残業好きって脳みそがならないと、もう仕事辞めちゃうからっていう理由で、そら統計取ってる人が残業好きな、残業好きっていう風に脳みそがチューンアップされた人しか生きていけないから、みたいな。こういうの面白いよ。だから統計取る人たちが、のデータが偏ったりするから、そういうのはちゃんと見てね、決めていきましょう。ねるみろさんサイト作ってよ。作ってもいいけどな。でもだから私が君らになんか強いキャラクターは誰だと思いますかってアンケート取ってもやっぱ偏るかな。どうだろう、私の配信いつも見てる人に偏っちゃうから、そこら辺はちゃんと注意してデータ見ないとね。うん、と生存者バイアスって言います。有名な話だと、なんか戦闘機がなんか生きて帰ってきた戦闘機がいろんなとこ撃たれて穴が開いてるんだけど、果たしてどこを修理したらいいかみたいなやつで、どこの装甲をより強くしたらいいかって話で、で穴が開きまくってるところは本来修理した方がいいように見えるんだけど、実は穴が開いても帰ってこれたわけだから、本当はもっとねやばいとこ、燃料が溜まってる部分とかエンジンの部分とか壊れたら一発アウトだから、もっとそっちの装甲を厚くしようみたいになるみたいな有名な話やな。生存者バイアス。おもれ、なんで原神でこんな話してるかわからんけど。撃たれてないところの装甲をより強化しようみたいな、そういう話です。だっておかしいじゃん、ヌビレット螺旋探機がさランキング入りするわけないじゃん、普通に考えたら。無理じゃね、やった人いる？ヌビレ、じゃあみんなやってみて。ヌビレットの星座ゼロです。星座無凸でさ螺旋いける？戦いはすると思う、ヌビレット死なないから。だけどさすがに火力不足で子宮はきついんじゃないかな。うん、なんか二凸してね、火力上がったり、三凸して火力上がったりして、三凸したらさすがにいけると思うな。うん、まあ、だけど無凸だと螺旋、あ、どうだろう、今の螺旋を知らないからちょっと言えないですけど、うん、だからヌビレットを短期で螺旋ランクインしてるらしいけど、それはそもそもヌビレットの星座を二凸三凸以上まで進めた人であって、そんな人がマジョリティだとは思えないから。そのサイトにデータを登録してる人たちがまずガチ勢だよねみたいな、ガチ勢か、そもそもある程度の課金勢だよねっていう。おもろいっすね。四凸のイェランとかどうですか？あー、ありやね、あれやね、一凸、ヌビレット一凸したら水共鳴起こしてもいいかな。ここのタルタリアの枠をイェランとかにしてね。これもう連携攻撃起きないけどな。連携攻撃起きないけど、イェランは4凸したらチーム全員の HP を 40% 上げられるか。あ、全然ありじゃない？全然ありだけど、まあ連携攻撃はほぼ使わないよな。まあまあ、全然でもイェラン自体のパワーは高いから、まあありだとは思うな。でもイェラン4凸してる人がどれぐらいいるかって話ではあるけど。